合否有利といったところを見せてくれるのかちょっと期待しております。おじさんはね、相変わらず仕上がりっぷり半端ないからね、すごい、何のジャミモの反応者数。ここでね、さっきの逆の発想もね、まったくね、カンバラ動きがやってた動きでやれば、おじさんも理論上かではあるんですけども、そこでね、荒らしに行くのがおじさんも、そう、このおじさんの名はだけじゃない、体育はしっかり、ね、それで言って、荒らしてですね、さあ、内容がピヨクできて、それで煽り打つが、さあ、大学、これはジャンプ、さあ、シューティングですね、ジャンプの隙に、さあ、メスクラッパがまだ体力はワンチャンで死ねる。さあ、逃げだけ強くできた。さあ、ちょっと、ノブさん、こんばんは、おっぺなかったな。さあ、出た、バックステに対して、ローキック、アバカですね。これが本当にうまい。このね、おじさんのね、ゲージがある時のね、ロコスプリがね、なかなか強いんですけども、さあ、ちょっと波動から連携立ち上げ、キックにならなかったが、ゴンギはね、ラインが強いってね、まずね、サバットに対しての、ですね、やりたい放題できるというのが非常に強いと。ただ、それに対してはね、ゲージを貯めなきゃいけないんですけども、このおじさんみたいにね、弾が本当に打つのがね、上手すぎるんですよね。このね、弾の打ち方が異様すぎて、ちょっとみんなビビって死んでいくんですけどね、さあ、コンボ入れて、アパカをセーブ。さあ、補正かかってんのにこんだけ減る。木綿豆腐の恐ろしいところ。ローキック、ローキック、削り待ちでしゃがみないパンチがカウンターで育ってけよ。さあ、おじさんのひどい手。さあ、リクチェンリーさん。リクさん、奥ですね、今度。おじさん、手前です。はい。リクさんは犬に噛まれたとでも思って、早く死んでください。はい。ですね。おじさんは犬が噛んだと思って、早く殺してください。ですね、おじさん前って何勢って突っ込まれてるんですけど、言っていいんですか、何なんですかね。まあ、いろいろお話は聞いて、哲さんとも前から知り合いだったとか、いろいろ、うん、そうですね、まあ、いろいろお話聞いてましたんで、まあ、その辺は、哲さんは、おじさんはいろいろ勢ですね、以上で終了です。はい、ですね、大河、愛が、はい、この試合も、本来は、あれですね、ウェルコンがチュンリーが出せるかっていう話なんですけども、おじさんの攻撃力が高すぎてみんな死んでいくっていうね、恐ろしいゲームぐらいですからね。さあ、アイガー、アイガー。さあ、アイガーをしっかりする。さあ、破断。破断も無視して、さあ、ゲージ止め。ですね、もう2本溜まってます。チュンリーがまだ半分溜まってないね、もう2本ですね。恐ろしいですね。さあ、2位。さあ、2位削り。さあ、これ、立ち方しないと偉いことになりますね。さあ、チュンさせが、さあ、コンボ。おっと、おじさんが珍しいコンボ見せる。もうね、そんな感じですね。さあ、今のぶっ放し警戒からの、じっとしてましたが、このね、じっとしてるってでもありますからね。攻め続けて、あえてじっとすると、相手が気持ち悪い。さあ、体育しっかり、ルコンで死にますね。はい、お疲れ様でした。はい、犬にでも噛まれたと思ってね。ですね。みんなね、そんな感じですね。もう何点ですかね。まあ、チュンリーがですね、このままですね、何もできないまま死んでこない、よく見る光景です。ただ、おじさんがちょっと強すぎたっていうね、多分それだけですね。さあ、このね、サムネジャガー、サムネでしたっけ、しゃがれ、サバットのこうやってサムネだっけ。まあ、誰も話を聞いてくれないで終わってましたね。はい、終了でした。ちょっと寂しいですね。何が悲しいってね、チュンリー側ね、早い時間でね、当ててもですね、何もいいことがないと。サラットにね、やりたい行動ゲージが溜まってくるわけですよ。さあ、よく見てました、アマが。さすがですね、これが自力の差って感じでしたね。さあ、おじさんボーイ、あれですね、決勝トーナメント進出です。さあ、通過が、ノーカードやり込み勢ですね。が、ワンピーがですね、これ、バイパーのこれ、なんて読むんですか、祭り、すみません、僕バカなんで見られませんでした。ワンピー奥です。早くしてください、早くしてください。それ鉄拳じゃねえかよ。待ってくださいね。
さあ今日も、ですね、また原黒勢が一人で混ざっておりますけど、はい、どうぞスタートボタン押してください。さあ、ノーカードやり込んでの正体は誰か、まあそれは心の上にしまっといて死んでいくのを見ましょう。もうあれですね、今日ルファスなんで、まあ大したことないんでボコボコにしてやるといいと思います。あ、まつりさんのね、バイバーは、あえてノーバルですね。あの衣装だけ買ったって感じですね。あれどんな衣装だか忘れちゃったんですけど、まあいいですね。あのバイパー萌えとしてはこれはね、なかなかね、あんまり見てないんですけども、萌えでもなんでもねっていうね。青柳さんが後ろでね、あの支えるように僕に何かを伝えてるんですけども、あえて触れないことにしましょう。まあむしろね、これルーファスが女キャラだったらね、すごい人気が出たと思うんですよね。もうテーブで女の子ムフみたいな感じでね、新しくねそれ、俺なんかすげえこと言ってんじゃねえと思ったんですけども。さあノーカード勢が、EX ブーパー、さあコンボ入れてウルコンが入らないので入れない。さあ入れて、さあめくり、さあウルコン入れて、さああれですね、まつりさんの木綿豆腐が死んでいきます。まあ前、バイパーは紙ですか、木綿豆腐ですか。まあちょっとツッコミが遅かったので、ちょっとツッコミなんで、まあね、ですね、さあ母行って、さああれですね、どうなんだけど、あのリューファスはふんどしとかでもよかったと思うんですけどもね、まあその辺のね、祭りのね、あの衣装でね、でね、そんな感じでね、どうなんだけど、今度ですね、あれですね、伝説のエミナさんがなぜかキットの方にいらっしゃるんですけど、そこは触れないで、あれ、モーネームズが見えないまま死んでいきましたね。よくあることです。さあここでワンチャール、さあ EX ぶったなしが、さあよくあろう、さあぶったなしに相性があって、ちょっと技が出なかったよ、中断。さあお願いプレー3回目でやっと取りましたね。さあ川通り大魔神よくできます、できるか。さあコンボ出し切って、さあこいつの時間をもろもろやる気満々です。さあ腕組みしっかり決めてきた、これね、何がね、補正の考えですよね。チェンブローですね、低いのもね、まずクソなんですけども。さあめくりに行って投げ、なかなか新しいですね。さあそして救世主をぶっ放して KO。 さあ次の人は作業員、作業員とサッシーさん、サイヤインさん、サイヤインさん、はい、サッシーさん、スピーカーですね。はい、サイヤイン、はい、死んでください。今日ボタン効くよね。大丈夫だよね。